海兵隊とは、1980年代後半から1990年代前半にかけて活躍していたライター集団。主にテーブルトーク RPG 関係の記事を執筆していた。神話や伝説などの知識に強いライターが多く、テーブルトーク RPG のユーザー向けに、ファンタジーのイメージの理解に役立つ、うんちく記事を多数著述していた。 特に新規現社が発売しているゲーマー向けのファンタジー解説本トゥルース・イン・ファンタジーシリーズは主要な活躍の場所となっており解散後にも元、海兵隊のライターの多くがこのシリーズを執筆している解散時期は不明だがメンバーの一部はファー・イースト・アミューズメント・リサーチに参加ただし移籍したメンバーたちも多くは後に独立して2011年現在では 鈴吹太郎以外にファーイーストアミューズメント、リサーチ者に海兵隊のメンバーは残っていない。RPG マガジン1994年5月号に掲載された東京 N バリプレイ支配者の逃亡の著者は田中信二と海兵隊となっており、少なくともこの頃までは海兵隊の名義は残っていた。ゲーマーズフィールド別冊ボリューム21かわいそうとは、 こういうことだゲームフィールド2011年7ページ ISBN 978から4から862240613ありがとうございます